会場に集まった新入生の諸君、ブリッツェンダー軍。ほう、いい声だ。だがまだまだ、ブリッツェンダー軍。まだだ、お前たちならもっと言われる。照れている場合ではない。もう一度だ、ブリッツンダーガン。ブリッツン、物分かりがいいな。嫌いではない。ようこそカルルスタイン機関へ。君たちを清く正しく残酷な兵士になるよう調教する。私が教官のカイン大佐だ。私は副官のクリムヒルト、よろしく頼む。ブリッツンデーゲン、私の名はアードライ。君たちの先輩にあたる見ての通りの優秀な軍人だ。見ての通り、何か言いたげだな、エルエルフ。いや、別に。僕はクーフィア、よろしく。早速授業を開始する。まずエージェントにとって大切なこと、それは何よりもまず腹の底から声を出すこと。居酒屋アルバイトの心構えのようですね。生殺し二人喜んでみたいな。うん、大きな声を出すことは健全な肉体と精神を育む。速やかな暗殺や強襲作戦を成功に導く。いや、大声を出しては隠密行動に支障が。それでは基本の挨拶から行こう。ブリッツンダーゲン、ブリッツンダーゲン。では新入生の諸君もブリッツンデーゲン、ブリッツンデーゲン。五臓六腑に染み渡るいいブリッツンだ。続いては任務了解の副将、ブリッツンデーゲン、ブリッツンデーゲン。お疲れ様ですという時はブリッツンデーゲン。朝挨拶する時ブリッツ、全部一緒じゃん。その通り。元来ブリッツンデーゲンとは雷撃と剣、引いては迅速なる制裁をという意味から派生した誇りある言葉なのだが、今のように何でもブリッツンなため言葉が次第に形骸化しつつある。誰でも彼でもブリッツン、覚えやすいがややこしい。そこでだ、今日は君たちと共に新たなブリッツンを模索したい。例えるなら作り置きのカレーをうどんにしたりするような。ずいぶん庶民的な例えですね。では早速やってみよう。エルエルフ、任務に失敗しサメザメと泣く感じでブリッツンダーガン。ふん、俺は失敗などしないがな、ブリッツンダーガン。では次、クーフィア。今日の星占いも血液型占いもどちらも1位だった時のウキウキでブリッツンダーガン。アードライ、立ち合いを終えた直後にインタビューを受けた相撲取りのブリッツンデーゲン。ブリッツンデーゲン、クーヒア、正義の味方の熱血ヒーローだとどうだ。ブリッツンデーゲン。いいぞいいぞ。では少しトゲトゲしい感じではどうなる、エルエルフ。ブリッツンツンツンデーゲン、ブリッツンツンツンデーゲン、悪くない。ではアドライ、メイドさんがオムライスを持ってきたときはブリブリッツン、おいしくデーゲン。だんだん迷走してきた感じが否めなくもありませんが、カイン大佐、初めて女子に告白するときのブリッツンはいかがでしょうか。では心して聞きたまえ。ブリッツンダーガン。さすが。じゃあさ、火曜日にサスペンスが起きる感じだと。ブリッツンブリッツンダーガン、では大佐、コラーゲンな感じでは。プリトゥルントゥルンダーガン。大佐のブリッツンはいつ聞いても素晴らしい。だが
クリムヒルトもなかなかいいブリッツンを持っているぞ。私もですか。ドームいっぱいのオーディエンスに投げかける感じでブリッツンしてみたまえ。行くぜパシフィック横浜ブリッツンデーゲン。でさ、いろいろやったけどさ、誰のブリッツンが一番なの？どのブリッツンもそれぞれにいいブリッツンで、コーツ、デーゲン、シガタイガー、もはや何を言っているか分かりません。あくまで試験ですが、私はエルウェルフのブリッツンツンツンデーゲンを押します。語呂もいいし覚えやすい。アードライ、ツンツンばっかで言いにくくない？エルエルフの意見だからってさ。そんなことはない。単に一番いいと思ったからで、別にエルエルフがいたから選んだのではない。これはジオールの伝統文化、ツンデレ。アードライ、ツンデレツンデレ。ブリッツン、ツンデレ、ブリッツンデレ。ブリッツンデレーゲン。大佐、何を言ってるんですか。ブリッツンデレーゲン、これはいい、とてもいいものだよ、アードライ。やめてください、私はそんなつもりでは。新入生の諸君らも一緒にブリッツンデレーゲン。ブリッツンデレーゲン。やめろ、違うのだ。私は、アードライはツンデレ。アードライ、そんな目で見るな。